実は今日介護ですね、介護のことでもう一本ちょっと制作関わらせてもらった和田秀樹先生の私の人生って秋吉久美子さんに出てもらった作品があるんですけど、ああいう映画をちょっと学生さんに使うのもいいんじゃないかと、ちょっと商売系がちょっとありますけど、少子高齢化を迎えて働く若い人がいない、だから看護師も医師も不足している、だから病院で看取るのは無理、じゃあ在宅で看取るときにそこでは絶対に介護をする介護スタッフは前よりももっと必要になってくるわけです。2012年にタイで初めての、日本語と日本のケアテクニックと日本の心を必須カリキュラムにした介護学校を開設いたしました。介護はお一人お一人の方に向き合って、そして支える優しい言葉かけが必要になってまいりますので、日本語教育のスタートのところから介護に向き合う姿勢をしっかり持った日本語教育を支援していきたいと思っております。やはり人の温かさというもの、ここを東南アジアの女性、仏教とかで大変年寄りを大切にする、国でございます。日本人の女性よりもよっぽどタイとか、ミャンマーとかベトナムの女性の方がきめ細やかで高齢の方には優しいです。でこういう人たちの優しい手で最後目を閉じていただくことができる、その助けになればなというふうに思っています。最近このオンコサーミアっていう機械がですね、これはハンガリーで開発されてドイツですごく広まった治療器なんですけど、機械はですねこんな感じの機械でして、患者さんに寝ていただいてですね、それで、上に電極を当てて、そこから電気を流すとがんのとこだけが加温されるというようなものです。で、皆さんご存知だと思いますが、がんは熱に弱いと。なのでハイパーサーミアっていうのは一時期すごく流行ったんですけども、やけどしたりで、しかもハイパーサーミアをやることによってがんをさらに拡散させてしまう効果があるというようなことで、今はすごくこう下火になっている治療法なんです。それをこのオンコサーミアって機械は、非常に低出力で、健常部分に熱が伝わらずに、がんのところだけをセレクティブに加温すると、いうことをベースに作られたものなんですね。キッズコーナーをちょっとこう少しこうかさ上げしてですね、中にストレージ機能を持たせてですね、そこに、子供を守るためのこういう、備蓄商品、こういったものなんかを災害対策という形で、少しずつこう医療施設様の方に、提案を提供してきております。今回は電話相談ではなくて直接ですね、皆さんとお話しさせていただいた上で、今後ですね、どういうふうな治療を行っていけばいいかとか、そういったことに対応させていただきたいと思います。私ども2009年からですね、医療通訳士の養成という形に特化して開校してきた通訳学校でですね、この2020年の東京オリンピックの時に2000万人とか2500万人とかって言われてる海外から来られると言った時に、やはり医療の問題っていうのは必ず出てきます。でこんなエクリムがあるんだっていうことを仲間うちにも言って使って、実際に使ってもらったんですけども、そんなこんなしてるうちに今年ですね、エミオイルのイメージキャラクターをキダクリームですねさせていただくっていうことになりまして、ゴルフ界とキダクリームを共に盛り上げていただいて、これからもよろしくお願いします。